5年間、5年という長く暗い月日、隔離エリアの解放は恐れていた通りの結果をもたらし、2075年までに世界は手のつけられない混乱へと陥った。世界各地にチリジリとなった人類の数は数億人程度まで減少、アンデッドの数は70億まで膨れ上がった。テイラーは消息を絶った。アルマゲドンに対し人類は無力だった。ウィンズローアコードの見つけたら殺せという命令は未だ有効だったが、彼は遠い記憶となった。アクイファーまで私たちはカイロ郊外で爆撃任務についていた。死者を爆撃し来世に送り届ける任務だ。私たちの目標はコターディスとのコロニーだった。やつらはプラントを占領する武装集団で、やつらが崇拝する死者を守っていた。最優先事項は通信を遮断して連絡を取れなくすることだったが、まずはやつらの防衛を潰さなければならなかった。これはお決まりの相当だった。新たな審判のコロニーが現れるたびに押し返す。私たちに関して言えば世界の役に立っていた。私たちはアレイに向かった。しかしアンデッドの審判も簡単に引き下がらなかった。支援部隊がアレイを停止するには少し時間が必要だった。幸い新手の敵が現れて手持ち無沙汰にはならなかった。通信を遮断するには少し時間がかかる。こちらの支援部隊もそれにあたり、私は増援部隊に対処した。
施設は停止し、自分の機体に戻らなければならなかった。前方にアレイが見えた。それを停止させればコロニー根絶に一歩近づく。通信が停止したので、私たちは空に戻る必要があった。奴らの通信が停止したら、次の手順は制御室に侵入し、施設を取り戻すことだ。前方に入り口があったが、冠水した部屋を通る必要があった。支援部隊は一緒に来ると言って聞かなかった。お前たちが泳いでいた時、何かがおかしくなった。私たちの DNI が故障したんだ。何が見えたんだ。私が見たのは、溺れていた時聞こえた気がした。まだ死ぬ時ではない。立ち止まれ。彼を信用するな。全てが見かけ通りというわけではない。何が聞こえた。その何でもない。理解できなかった。立ち止まれ。そして目が覚めた。誰かが水から引き上げてくれたんだ。誰かが助けてくれた。お前を助けた。ガーディアンエンジェルだ。誰かが私を見守っている。私の支援部隊だ。何らかの形で彼女がやってきて私を引き上げた。彼女が死の淵から連れ戻してくれた。まだ死ぬ時ではない。まだ仕事は終わっていないと彼女は言った。テイラーを阻止しなければならなかった。なぜ彼女が知っていたのかはわからない。
筋が通らなかった。彼女を知っていたのか、この女か。いや、彼女とは今日初めて仕事をした。それでも彼女はテイラーを知っていたのか、何があったか知っていたのか、彼女は本当にそこにいたのか。何、なぜだ、彼女は私のでっち上げだと。お前が DNI システムの調子が悪かったと言っただろう。何だと、今度は変わり者呼ばわりするのか。見間違いなんかじゃない、でっち上げてなどいない、想像なんかじゃない。彼女に名前はあったか。もちろん名前くらいあったさ。ガーディアンエンジェルの彼女は言った。彼女の名はケインだと。この事態を乗り切る手助けをすると言った。急がなければならないと彼女は言った。制御装置は前方のサーバールームの向こうだった。死者の審判からプラントを奪うにはそこを制圧する必要があった。もしできなければプラン B に取り掛かる。プラン B？ 爆破駆逐プランだよ。突入の準備はしたが、敵が先に計画を立てていたと分かった。爆発が私たちの道を塞ぎ、私たちは引き返すしかなかった。不意をつかれた。だが騒音はアンデッドの注目を集めることにもなった。私たちは味方と合流した。私たちの友人であるエジプト軍のジアド・カリルだ。彼は頑強で熟練の兵士だ。アンデッド戦争では故国を守った。彼なら簡単には引き下がらないだろう。どんな計画だったんだ。カリルは外側から制御装置に向かう。私は空から死者を片付ける。私にはガーディアンエンジェルがいた。彼女がテイラー発見の答えがプラントにあると言った。なぜ彼女がそう考えたのか、どうやって知ったのか、それは現実を超越していた。
カリルは制御室を占拠すると監視カメラの映像に何かを見つけた。私たちが見るべき何かを。テイラーだな。幽霊に出会うかのように私たちは偶然出くわした。そこはただのコターディストのコロニーではなかった。テイラーの隠れ家だった。彼らはすでにテイラーを避難させていた。私たちは施設を封鎖し、テイラーと仲間のマレッティを分断した。お前は誰を追ったんだ？テイラーには追いつけなかった。コターディストが彼にブイトールのことを知らせていた。私たちはマレッティを追うことにした。司令部は殺害命令がまだ生きてると知らせてきた。ヘンドリクスは嫌がったが、彼が決めることではなかった。お前はどう感じた？5年。私たちの失敗から5年。それを取り戻せるんだ。喜んで撃つさ。マレッティは私たちの真下にいた。彼を捕まえるには近道をする必要があった。近道？一か八かだ。ヘンドリクスは計画の変更にどう対処していたんだ？彼は怒っていた。当然だろう。司令部は友人の死を望んでいた。彼はマレッティを生きて連れてきたかったんだ。だがそれだけではなかっただろ？ああ、ヘンドリクスはシンガポール以来変わった。どんな風に？あらゆる点でだ。攻撃的で怒りっぽく、自分を見失いつつあった。そして何かが異常だった何が起きたのか気づくべきだった。どうやって知るんだ？たとえ知っていたとしてもお前に何ができた？奴の目的はよく分かっているように思えるが、私たちは誰もが内なる悪魔、そしての選択と戦っている。ヘンドリクス、テイラー、チーム全体で一緒に戦ってきた。いわば友人。その友人の一人が私たちを見張っているとは思いもしなかった。マレッティはセキュリティルームに立てこもった。中に入るには発電機をオーバーロードさせ電力を断つしかなかった。
彼を追い詰めたな。マレッティは何と言った？あの名を口にした。ディアスと同じだ。デイモスだ。答えを知りたいならダミアン・ビショップを探すしかないと彼は言った。過去の任務で私たち二人も知ってる男だ。ビショップがデイモス阻止の助けになる。だが先に彼を殺さなければならなかった。彼はこれは俺じゃない、これは俺じゃないと言い続けた。デイモスにやらされてるんだと何度も言った。願いを聞き入れた。私は彼が望むままに彼を殺した。任務を果たしたのだ。ヘンドリクスはそれに納得しなかった。ヘンドリクスの逆上を責められるのか。マレッティはテイラー発見に結びつく接点だった。その接点を私が断ち切ったからヘンドリクスは怒った。何年も背負っていた罪悪感を私は内に溜め込んでいたんだぞ。だがヘンドリクスは私にぶつけた。過ちを修正するチャンスだったが私が台無しにした。私が世界を破滅させた方がマシだったとヘンドリクスは言った。もうたくさんだった。彼に分別ある行動を取らせた。そうしないと乗り切れない場合もあった。マレッティに言われたことを彼に伝えた。ビショップについて、デイモスについて、何者かはともかく。ビショップの名はヘンドリクスの気を引いた。最後に彼を見たのは65年、10年前のエチオピアだった。なぜビショップはデイモスを知ったのか私たちには分からなかった。だが私たちは事態を理解する、そして一緒にやることになる。しかしちょうどその時もっと大きな問題が起きた。エジプト軍はプラントを守れなかった。プラン B にゴーサインが出た。私たちは直ちにそこを離れなければならなかった。テイラーを見失ったが手がかりはあった。ビショップがデイモスを見つける助けになるとマレッティが言った。つまり彼が次の目標となった。